折れ線配位構造を持つ分子の理想的な構造に、復化酸素、折れ線配位構造を持つ分子の例。科学において、折れ線型、または曲がったという用語は、特定の分子の気化配置を説明するために適用できる。酸素といった特定の原子は、電子配置のために、ほぼ必ず非強線的な方向に二つ共有結合を配置する。水は曲がった分子の一例であり、 その他のカルコ原化水素も同様である。二つの水素原子の間の結合角は約104.45度である。非線形気化配置は種族元素のみを含むその他の三原子分子やイオンでも一般に見られる。顕著な例は二酸化窒素、二塩化用、メチレンである。この気化配置はほとんどの場合ベスプア理論と一致する。ベスプア理論は 孤立電子体の存在する原子の非共生性を通常は説明する。曲がり方にはいくつかの種類があり、最も一般的なものは中心原子の2つの共有結合と2つの孤立電子体が完全な8電子核を形成する X2E2、e、型である。これらは104度から109.5度の中心核を持ち、後者は四つの SP3 混成オービタルの四面体形対称性を予測する。 極めて単純な理論と一致する。最もよく見られる。実際の角度は105度、107度、109度である。これらは周辺原子の性質が異なるため角度に違いがある。ミスラー、GL ター、DA、インオーガニック・ケミストリー、ピアソン、プレンティス・ホール、ISBN0 から13から035471から6。ありがとうございます。